ってね、なんかどの映画を見てもどのドラマを見ても同じ役者さんが出てくるんですよ。だからもう全く役者さんとしては新人の方がいいなと思うんですけど。割と詳しいよね、芸能。もう思いつかないですね。誰が演じるのがいいか難しいね。僕らね、なかなか日本人の役者さんしか思い浮かばないので。もう個人的な話しかできないけど、うん、女の子がリンク役するのがいいかなと思います。やっぱりそれとやっぱり日本人じゃないですよね、リンクので。ジャパンエキスポとかでもコスプレをしてるとすごいかっこいい子いますよね。それもある。それもいるかも。走り回るんでね、あんまり太った人無理ですね。あのそうですね、あのハリウッド の, あのムービーの時はルイージが若くてかっこよくてよかったんですけども、一応ルイージとマリオは双子の兄弟ってことになってるので年が合わないんですね。だからそういう意味では非常にキャスティングは難しいですね。本当に兄弟だってっていうようなことの方が僕ら実は興味があります。あの有名な俳優を使うとかよりも、はい、この二人見てないけど本当に兄弟なんですよみたいな言葉が僕自身は好きです。双子の絵で、あの元々ね、ね、あのマリオとルイージは双子って言ったのはその頃 の, あのマリオブラザーズ作った頃ってメモリがすごくちっちゃいから、あとマリオとルイージの2つの絵を描けなかったんですよ。だから色を変えてマリオとルイージを作ったね、うん、作ったんですよ。ところがだんだんとあのメモリが大きく使えるようになってきたので、どっからかな、ルイージは背が高くなってこうマリオとルイージが随分と違う絵にできるようになって、それでジャンプの性能を変えたりしてきたんですけども、まあ結構だから双子でも似てなくても大丈夫ですね。あの当時はね、なんか映画をあの作ってもらえるならキャラクターをライセンスするっていうイメージで、それでコアゴはちょっとやってみて、ああやっぱりあのゲームを映画化するのは難しいねなってすごく思ったことがあるんですね。けどもう今の時代任天堂はあのもっともっと幅広いエンターテインメントを作っていく会社になっていると思うので、まあ、今すぐに何かということはないんですけども、映像を含めて非常にあのもっとゲームから制作の幅を広げていきたいなと思い、僕は2年ほど前にピクミンのショートムービーっていうのを作ったんですけども、よかったら DS3DS とあの Wii で、Wii U で見られるので皆さん見てくださいね。それをまあ作ったり、最近映像にとても興味を持っています。まあ、あの今何をするかは絶対何も言えないんですけど、まあ、いろんな可能性があると思いますね。Welcome everyone, my name is Ali A from Legends of Gaming. Today I am here with MTV to bring you guys a ton of behind the scenes information from Call of Duty Black Ops 3, the brand new Call of Duty.